上海公共楽団とは中国上海市に本拠を置く1879年設立の公共楽団である。磯崎新設計の上海シンフォニーホール上海に成立した共同疎開においては1870年代から外国人住民による娯楽活動が盛んになり音楽が必要な場面が増えていた。1879年に住民の求めに応じて 上海娯楽基金の援助によってフィリピン人音楽家を雇用し、上海パブリックバンドが結成された。上海初のプロ楽団でパブリックガーデンでの野外演奏やアマチュア演劇クラブの伴奏などを行った。1881年から公部局の一組織として市民の税金で運営されるようになり、以後、上海疎開を代表する文化団体として知られるようになる。 このパブリックバンドが20世紀に入ってドイツから招聘した演奏家を各パートに配置し、ブラスバンドからオーケストラへの脱皮を図るようになる。1922年に後部局交響楽隊と解消し、イタリア人指揮者マリオパーチの元本格的オーケストラとしてスタートすると次々にロシア人演奏者を採用した。当時、西洋音楽を演奏するには、 フィリピン人よりも西洋人がふさわしいという考え方が根強く、1920年代以末にはメンバーの6割がロシア人になった。当時、上海にやってきたロシア人の中には、ロシア革命前からサンクトペテルブルクやモスクワの音楽院などで高度な専門教育を受けた演奏家や教育者としてキャリアを積んでいた者も,も多かった。 優れた指揮者の指導と、それに応えウルダンイ員たちにより、極東一と言われるほどの演奏水準を誇った。また、疎開に住む、ロシア人ピアニストや、声楽家などが頻繁に、ソリストとして舞台に立ち、演奏会の曲目も、多様になっていく。1936年4月、合唱団として、ロシアンコーラルソサイエティが参加し、ベートーベンの第9が、上海初演された。 さらに1939年11月の水晶の夜事件の後、多くのユダヤ人難民がシンガポール経由で上海にたどり着いたが、このユダヤ人難民の中では音楽家が相当の割合を占めていた。難民救済委員会が行った職業登録の統計によれば5120人のうち260人が音楽家だった。かつて、 ケルン室内管弦楽団の主席チェリストを務めたこともあるバルター・ヨアヒムは当時工部局公共楽隊のコンサートマスターだったアリー・ゴフォアの目に留まり上海公共楽隊に入団することになった団員は工部局の正規の職員であるから難民にとっては願ってもないポストであった1941年12月8日日本軍は蘇州川を越えて 共同疎開に進駐した。これ以降の上海の日本軍の占領期にあっても、上海の人口の大半を占める中国人人民の目を戦争という現実からそらすため、日本軍は文化工作に着手していた。公部局公共学隊も文化工作の一環として市民の税金で運営される上海の数少ない公的文化財団の一つとしての活動を続けた。 しかし、多額の運営費がかかるため、しばし納税者会議でも存続が議論されており、一部の日本人は公共学体が少数の欧米人ためだけに活動していると考え、多額の税金の支出は不適当と主張した。ところが、いよいよ公共学体の解散が現実となった時、欧米人が運営していたオーケストラを日本人が潰せば、 日本人の面目が立たないという議論が出現する。その結果、1942年6月から日本側によって上海を音楽協会公共楽団と解消されて演奏活動を続けることになった。ひとたびお別れコンサートまで開いた楽団がほとんど解雇されることなく活動を続けられたのは団員の多くが中立国人である白系ロシア人とユダヤ人だったことも 理由の一つである。この時代、工部局に運営されていた時と同じく、週一回のペースで定期演奏会を行っている。夏は、高校公演やフランス疎開の小型区花園で野外コンサートを行った。秋から春にかけては、フランス疎開のライシャムシアターで演奏した。英米人がいなくなった街では、新たな聴衆を開拓する必要があるため、 それまで英語のみだったプログラムも日本語と中国語でも印刷されるようになった。しかし一般の日本人は抗日テロに巻き込まれることを恐れ疎開中心部には出てこなかったため聴衆のほとんどは中国人とロシア人になった。1943年指揮者朝日名高氏は外務省に上海行きを命ぜられ12月8日に 応答は戦争2周年記念演奏会を皮切りに、約2ヶ月にわたり定期演奏会を指揮した。日本人にもオーケストラを振ることができることを、団員にも聴衆にも見せつける必要があったためである。日本でユダヤ系ロシア人であるエマヌエル・メッテルに学んだ、朝ヒナは団員の受けも良かった。朝ヒナは週1回の定期演奏会を指揮し、 当時の上海音楽協会公共楽団のことを事務局に日本人が一人いるだけで、楽団員にはロシア人とイタリア人が主力で、ドイツ人、フランス人やユダヤ人もいる。バイオリンのトップはイタリア人で、チェロとコントラバスはロシア人、ホルンと木管楽器は全部イタリア人、金管楽器は全部ロシア人という理想的な人員構成の優秀なオーケストラだったと回想している。 太平洋戦争末期の1944年10月、上海新聞連合会、交渉連合会、市民福利協会などが行同して、英米艦隊駆逐祝会が行われ、上海音楽協会交響楽団が日本から呼び寄せられた、ハットリ一式で演奏した。一方で、中国人市民は長い戦争に産みつかれ、日々の嘘を吹き飛ばしてくれるような、病状を求めていた。 そこで日本側は人々に広く愛されたリコーランのヒット曲、ヤライコーを用いて、ヤライコーラプソディーを企画した。ハットリがヤライコーをシンフォニックジャズにアレンジし、上海公共楽団をバックに歌わせた。1945年には、上海市政府公共楽団に改唱し、同年6月に映画館、大公明大議員で開かれた音楽会は、 連日超満員となり、熱狂した中国人聴衆が曲中のリのセリフに誘われ、舞台の上に上がってくるほどだった。1949年の中華人民共和国成立後は、上海市人民交響楽団に解消されたが、1956年12月に、現在の上海交響楽団となった。2014年9月に、 上海交響楽団の新しいコンサートホールが完成した。地下4階、地上2階建てで、メインホールは1200席を有する。設計は、豊田康久と磯崎慎。 http://www.shsymphony.com/.pagee-view-id-15.html <ッ>ありがとうございます。